で今回はね、そのちょっとあの何あの撮影会のオフショットっていうので、オフショットサインチェキなのにどんなチェキか見せないっていう でもまあ何まあって感じ。出たな魅惑の足です 魅惑めっちゃ久しぶりになりました。元気ほふにゃー。葵ちゃんはね、一つ大人の階段を登りました。僕はお休み、僕は0時からです。今日送ったやつ受け取るの妻なんで。あーやっちまったね。うわーどうしよう。どうする。結構一応あーでもやばいかな。あーちょっとやばいかもしれない。開けないでって言った方がいいよ。いやいや開けないでって、開けないでって言った方がいいよ妻の反応 YouTube でお願い。ちょっとさカメラセットしといてね。どうする。ほんとどうする。いやね、じゃちょっと不安はあったんですよ葵ちゃん。これもしかしたらなんかお泊まりとかだったら、ほらいつものヌコポスじゃなくて、ほらヤマト宅急便コンパクトだから、いやちょっとやばいなって思ったんだけど、開けない開ける感じ、妻開ける感じ、どうしよう。どうしよう。葵ちゃんがドキドキしてきた。いいね。あ、江島さんありがとう。いいね、後でやろう。ゼロ時だよ。こんばんは、お弁当さん。こんばんは、おかえりなさい。開けないでって言ったら開けるでしょ。いやまあそうだよな。じゃあ開けてって、あでも開けてって言ったら開けるよな普通。こんばんは月沢さん。こんばんは、ありがとう。こんばんは、あ、みなこさん、こんばんは、おかえりなさーい。ダチョウ倶楽部の原理いきましょう。押すなよ、押すな、開けるなよ。開けるやつだな。ロロロ、むしろやばいものだと思われる。どうなんだろう、どうなんだろう。でもさ、みなさんは、開けます他の人の郵便物。一応、うちは開けないですよ。なんか葵たんで届いたもの葵たんが開ける。まあでもなんか勝手に開けられてる時もまああるが、うん、つまり誰よこの女。いいいい、さすがに、さすがにもう葵たんは認知していただいてることで T シャツ届くと言ってある。あ、じゃあ いけるんじゃない。いやいけるんじゃない。あ、これ T シャツねぽいって感じで。でも困ったね。困ったね。困ったよ。困った。困った。いやーまあもうそれはさ、それはもうハクさんは、あーどんまい。開けて。こんばんは、ブルーライトさん、こんばんは。今日もありがとう。中身見えないよね。そこだけ教えて。開けないと見えないですよ。宅急便コンパクトの説明しよう。開けないと見えないけど、開けたら見えちゃうと思うよ。ちょっと、何、まあ、普通に箱なんですけど、箱なんですけどもね、T シャツが入ってますので、 T シャツの上にメッセージカードが貼ってあるんですけど、チェキ1枚おまけでつけてる場合は T シャツチェキ上にメッセージカードって感じで、若干チェキが見え隠れする感じで、ちょっとあれなんですよ、いつもの封筒に入れてないんです。そうだから、なんかこれで これをね、こう開け、ベロベロって開けなければいけるけどね。どうだい妻こんばんはるこちゃん、こんばんやすいにょん、おかえり。開けないよ。そうだよね、開けます。ふた、あ、開けない、わかんないよ、わかんない、ちょっとわかんない。妻がなんかまたなんか届いたわってイライラしたら、ちょっとわかんないじゃん。外から見られない、大丈夫なの。怖いな。食べ物だと開けられちゃうけど、品品目次第かな。どうなんですかね。わかんない、そこらへん。困る内容、わかんない。なんか、まだちょ普通の時期じゃないな。開けられたことないから開けないと思う。あ、本当に。あ、じゃあ大丈夫だよ。開けても中出さないと見えない。そうです、そうです。ちゃんとこうなんかこう、あ、じゃあソーシタンは違うの。ソーシタンは2枚だったから普通に頼んでくれたのと、特典ので、だから封筒に入ってんのよ。違う、開けても見えないってどんなですか。
ソッピーだ。こんばんは。マサーありがとう。おかえり。なんかアサッピーっていうのが種投げてるんですけど、先日あおいちゃんと密会をしたマーキーのあさみちゃんですね。なんか今ね、彼女もなんかアバターのイベ参加してるみたいなので、ぜひ何星投げカウントお願いします。残念残念。あ、多分大丈夫だ。妻がこの放送聞いてなかったわ。よかった、妻もこう聞いてるかも。うんうんうん、なんだっつって、見えたらやばい的、ちょっとやばいな、その若干が誤解を生みも。開けてくんないかな妻。チェキが下だったような、違う、もうハク様のねチェキ上なんすよもう。こんばんは。あ、こんばんは。ジロタンおかえり。果汁ありがとう上様。普通のそうだ、ちょ普通のチェキじゃないんだけど、まあまあ同時にマスカットが届く予定だけど、そっち開けるだろうから間違いだけが、いやいや、マスカットとこの箱はきっとも、マスカットってこう一粒一粒並んでるやつ、あーそれはちょっとわかんないね。見つかった、ありがとうサッピー、ありがとう。いや、あの平たいのにマスカット、ちちちだってさ、マスカットがフサだったらねあれだけどね、こうなんかシャインマスカットとかでいいマスカットでこう全部一粒一粒こうやってさ並んでるやつだったら、この暑さでもいけなくもなくない。いや、いけちゃうな。おい、楽しむなよ。開けてくれないか、うわー、もうちょっと早く言ってよ、マスカットって書いといたのに。やばいチェキ水着な。それはやばすぎるな、違うな、誰よこのマスカット女は。いやいや、マスカット女ってない。足のチェキ、そう、ちょっと足はお目見えしてるチェキかな。まあ、そんな感じだ。ちょっと、待ってるね、報告。なるほどね。奥さんがわざと間違えたふりして開けても言い訳が立つ。ああ!いや、そうかもしんない。だってね、なんかこう、魔が差すときってあるじゃない?誰でも。だから妻がこう、魔が差して、やっぱちょっとなんか普通に気になって開けちゃうときってあるかもしんないじゃない?お腹痛い、大丈夫、せっかくだから合わせて10枚にと思ってただけなんだけども。あれそう、まあなんかまあそれは全然、全然何、まあちょっと合わせて全然お作りいたしますが、こんばんは。あ、えのきたんこんばんは、おかえり、ありがとう。あおいたの時はいつもスリリング&ブリリアント。ブリリアントは良かったよ。南波さん楽しんでる。なんかこうあれだよね、なんていうの、なんかさ、こう人がさこう焦ってるの見ると自分に余裕が生まれるよね。奥さんが来たら黒ナースの足がちらめ、やばいな。しかも結構こうね、チェキのここに書いてあるのも足って書いてあるからちょっと良くないな。ごちゃおいたんありがとう、弁当さん簡単ありがとう。そうか、マスカットを盗んだ犯人、おいた、マスカット盗んだっけ、ごめんね。ジルタン寝ないときどうしたらいい、どうする、寝るの、メイドのチェキ頼んで備考欄に書けばいいのかな。でもいいし、そうね、それがいいかもしれない。足、まあ、ちょ落ち着こう、よし。で今日ですね、さっき22時過ぎちょっと遅れちゃった、22時過ぎにですね、皆様の左手のバナーにあるあおいたんオンラインショップ秘密の刃というのを更新しました。まあ、月曜日ね、22時に基本的に更新してるんですけども、今回はですね、先日開催したナンバーあおい生誕撮影会のオフショットチェキを、出しました。まあ、1枚、普通のサインチェキと同じで1枚1000円で、ただちょっとね、そんなにオフショット取れてないので、各日2枚ずつ、浅草2枚、横須賀2枚、川越2枚でを ABABAB って全6種類になってます。どんなチェキかはどんなチェキかはご想像にお任せしますが、まあ言うと、浅草と川越は浴衣で、横須賀は私服だけど、
あーでも2種類あるのか。まあ私服です。でちょっと海ショットがあったりするみたいな感じになってます。はい、以上です。ぜひよければあのご注文いただけると嬉しいです。ポチッとな。だるまはいいじゃん。 B 片木さんありがとう。だるま、だるまがだるまくれた、ありがとう。ドッドッドドッドッドド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 ドなんだるまがないわ。え、だるまないね。これにしよう。ありがとうだるま、どすこい、ありがとうございます。ありがとう。クロナースお頼みの方、わかりやすく要望を足と。いや、うん、ね、なんか、うん、あのクロナースってもう終わってるんですよ、本当は。そう、そう、普通の戦地域はあのメイド地域なんですけども、まあ、そう、クロナースがいいよとか、過去のね、過去着た衣装であれば、対応できますよって感じでございます。そう、落ち着いてる、落ち着いてる。明日届くよ。え、明日届くよ。え、明日届くよ。いやー、うーん、足って書けばクロナースが届くのね。わかんないじゃん。わかんないよ。違うので足出してるかもしれんよ。こんばんはー、タコさん、こんばんはー。おかえり。おめとうさん、ハートありがとう。バーライトが。はい、ハート、ラブユーチュン。ありがとう。自販機で缶を買う感じかな。自販機で缶を買う感じってどういうこと？海が見たいよー。どっち？今ちょっと悩んでるのよね。悩んでるけど、おそらく A が海じゃないかな。でも B が海になるかも。ちょっとね、ちょっとあの3種類あって、ちょっと悩ん、そう、なんか悩んでるんだ。うん。教えないやつ。何送ったのかは覚えてるの？うん。え？チェキ？そう。基本的に葵たん、なんだ？ご注文いただいたサインチェキと5000円以上ご購入で、特典でつけてるサインチェキは、全部写メってあるので、誰に何を書いて何を送ったかは、把握できる。違う足ですと？いや、いや、たぶん、レクター、まあ、一緒かもよ。ちょっとわかんない。こう枚数による、そう。後からバズった。もはや、だってもう、あれですからね。最近撮ったなんてもう、ナース帽被ってないからね。シックちゃんパート8の衝撃的なラスト続きが気になってます。ありがとう、すっとこさん。そう、ね、最終回ですので、次が。2時間か4時間ぐらい寝る方法ないかな。目覚ましかければ大丈夫。隣の部屋に妻が来たので即ヘッドホンつけば、妻！あー！妻！うわー、ちょ、みんな叫べ。みんな！妻！すいません、明日、宅配便、開けてください！お願いします！これが、シャインマスカットです！今日も可愛い子に会えた。え？私のこと？絶対違うじゃんね。つくよみさん？ありがとう。こんばんは、おいたん。こんばんのうち、ありがとう。ありがとう。お帰り。足を鍛えて腕立ったあるある。あー、それもいいな。うん。先日、秋葉原まで PC 買いに行った時に、ついでに上野の自販機で虫の食べ物を買うのを忘れた。結構だよね。結構だよ。あれ、見たよ。見た。何？なんか、ソウシタンがツイッターで上げてたから見たけど、あんな感じで売ってるんだね。ね、値段もそこそこだしさ、もっと他にさ、お金使うところあると思わない？レクターあげようか。ね、虫ね。え、あれって上野にしかないの？シックちゃん気になってラスト調べて、めん、いいよー、いいよー。いや、まあでもそうだよね。そう、うん。まあでもまたね、こう、多分クリアの仕方が、人によって違う可能性もあるので、そう、うん、ちょっとそう、お楽しみに。あんな感じでもらいました。すごいね、あらね。足も良き。じゅうたんって足好きなの？ハク様もらっても結局青いたんに献上するだよ。いや、大丈夫。もう差し入れ NG。こそこそ、じゃあね、ひろたむ、なんかさ、なんかたーこさんがひろたむの写真送ってきたよ。ねえ、なんか、
ね、なんかたなんかヒロタムがメリーゴーランドのお馬さんに乗ってる写真をターコさんが送ってきたよねインスタで。アイタムはうどんが好きだって言ってますよ。え、ほんとやめて、おいやめろー、そうしやめろヤスイニュありがとう、バラありがとう、ありがとう、バラより君は美しい、ありがとう。そして小判ありがとう、はい小判どうぞ、パタパタ。違うねーよ、配信でしか会えないから、え、私のことだわあれ、ありがとうターコさん、嬉しいね。お友達と上野で飲んでて謎缶もらった私。謎缶、謎缶って、足じゃなくて腕だった。腕が好きなの？足ください。おー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 、足かい、何足、何足。謎缶にうどんとローストコオロギ、あーそれはもう、もううちもあるやつ。うん、ラストまで意味が分かりませんでした。あーまあね、で、あの最終回が終わったらまあいろいろ考察もあるので、それなんかあの言いたいなと思っている。うん、どうした、あれ大星さんこんばんは、ありがとう、どうしたの。白馬の王子様の写真、そうだった、そうだった、ヒロタム、ヒロタムがね白馬の王子様だったの。アオイタのこと迎えに来てくれたのね。ターコさん、記憶から消して保存しちゃったもん、保存しちゃったもん、もう。いや、なんかターコさんがだ、その何、名古屋の水族館のね、あのなんかペンギンとかイルカとかの写真を送ってきて、その流れでヒロタムが白馬の王子様になってる写真があったコオロギ100匹練り込んだうどんと 50% がコオロギのふりかけです。あー、あれ 50% なんだ。なんかもう100コオロギみたいなさ、なんか見た目じゃないあれ。今日24歳ぐらいの感じある。嘘、やった、大人の階段登る、あおいたん。考察も読んでしまいました。もうふふ、もうあおいたんのもう見ても悪いじゃん。腕食べたい、腕、あおいたんの。若き頃謎缶開けたら中身はなんとパンツだった。パンツ、パンツは別に便利だね。友達相当やったけども、カブトムシ買ってたかも。カブトムシもあんまなんか美味しくなさそう。はい、まあなんかあの、ちょ、もう虫はやめとこうはい、ということで、なんだ、まあ、通販ですね。あおいちゃんの通販、あの、まあ、利用したことある方もしたことない方も、よければあの、なんだ、ぜひポチッとなとしてみてくださいませ。そんな感じで、なんだ、あの送った後一応あのメッセージで何を買ったか、まあ、ニックネームと何を買ったかメッセージいただけるのがとても親切でありがたいので、よろしくお願いします。なるほどなという考察でした。あ、本当にそう、アイタムでも、あ、そういうことなんだって思った。いつもはロリカンあるのに体見なければ、何何、ロリカン欲しい、ロリカン神奈川ポチッとしました、ありがとうございます、ありがとう。そしてですね、なんだ、レイブ塾という舞台のなんだ、チケット販売がただいま行われています。カンフェティで、チケット買えるんですけど、全部で8公演ですね。あおいたんのツイッターにも URL がありましゅが、10月の17からですね。そうで、築地本願寺ブリストホールで、やります。ぜひとも皆様、なんだ、まあ、一度見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ピコリンと今青森県で11時間電車乗ってます。何してんの大宝さん。神奈川が海で、それ以外が浴衣であり旅館。イエス、そういうこと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 。まあ海じゃないショットもあるかもだけど、そう、海メインって感じ。青森はヒーター入ってる、あったかいし。早くないね。とりあえず黒ナース4枚で追加頼むけど、適度に持ってなさそうなの入れてもらえればそれで適度に、あ、まだ持ってないのでしょう。よし、そういう U ターンラッシュ、渋滞パナ、あ、やっぱそうなんだ。もうだって4連休最終日だしね。ね、マッサンが水族館行ってた、嘘でしょ。嘘、アオイタン行ってないんですけど一緒に。よし、はい、ということでこの後ね、起きてる方は0時からポコちゃんを配信しますので、今日からなんと、はい、
ねずこのチョコバーを開封します。ぜひあの寝る前にお越しくださいませ。メインセジュール楽しかったよね。うん、絶対違う女だな。水着ね、え、何の話、海違うよ。大君買ってみたらわかるよ買ってみたらわかる絶対買わないから。大星さん舞台行きます。お、ありがとう、ハルパルさん、やっと会えるわ。はい、ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。5位すっとこさん、ありがとう。4位ホイホイ、ありがとう。3位カミナイモン、ありがとう。2位アルミンミン、ありがとう。1位ヤスギャン、ありがとうございます。右上のハート白い方、毎日配信してるの でピンク色にお願いします。あと葵ちゃんのツイッターインスタをぜひご覧ください。女の子になりたい、よし。はい、ということで以上、葵ちゃんことナンバー葵でした。また後でね、おやすみなさーい。